最後にやったのいつだったかな。今年やってたっけショールーム。あれショールームログインできなくて焦ったファンの人も、ファンの人もショールームログインしてなかった。明日定期公演行きます。来て、楽しみ、待ってます。右の黒い影、これあのなんていうの、太陽の光に当たるとキラキラ光るやつ。もう寒くて今ベッドの中です。ベッドの上でやってる布団かぶんないともう寒い。はじめまして、はじめまして、ラルメールの坂口渚です定期公演行ってみたい。来月チケット取ろうかな。来てほしい。なんなら明日来てください。今日のねチケット販売、明日の定期公演のチケット販売がね今日までなんです。なので明日ライブなの、そうライブなの、川崎でライブなので少しでも気になる方は、はい、今私のツイッターでもリツイートしてるので、定期公演のチケット今日までですので、ぜひ皆さん綺麗な劇場ですよね。そうだね、そう川崎でやってるんだけど、明日当日券も買えるの。当日券ってあんのかな、前回はあったっけ。あでもある、当日券あるかも、あるわ。昼公演見て夜公演は当日券で入ったって人いた。当日券はあります、あるので。うん、でも明日のチケット販売ネットで買えるのは今日までなので、ぜひ皆さん来てください。上の喫茶店のところでラルメールの曲がかかってました。本当に本当に嬉しい。この雫ですか。知らなかった、すごいね、かかってたよ。でもまだ1曲しかね、あの世に出てないというか音源として出てないからね。当日券行ったら絶対買えますか。行ったのに完売ってことはないよね。いやまだ全然大丈夫です、買えます。いつかは完売目指したいですけどね。当日券もはい、ぜひ来てください来てください。SR はじめましてだけど新札幌でのイベント見てました。本当にありがとう。あれだよね、あの警察の、あ違う、銃とかの銃撲滅のあれですよね。なぎちゃんのオンライン撮ろうかな、めちゃめちゃ話したいしな。話そう、来月もあるのでぜひぜひ。先週のサガントス対セレッソ大阪のハーフタイムショーで知りました。ありがとう凌之介さん、ラルメール押してください、押して押してそう今月は福岡行って佐賀行きました。福岡はね、あの水炊きを食べました。美味しかった。
水炊き。でも水炊きの食べ方がいまいち分からなくて最初で、店員さんがなんかお鍋からの急にそのなんていうのコップにスープをなんか注ぎ出してみんなのコップに、でえ何やってるんだろうと思ったの思ったんだけど、まずはスープを味わってくださいみたいに言われて、あ水炊きってそういう食べ方するんだって思った。最初なんか知らなくてびっくりしたもん。なんか急にスープをコップに注ぎ出したと思っていやでもそういうね楽しみ方なんだなって思いました。初めて水炊き食べたかも。そうすごいよね。で美味しかったです。なんか飲んだ瞬間に鶏の風味がなんかふわーってなんか広がってめっちゃ美味しかったの。そうで食べましたね。でも水炊き食べる前になんかホテルの近くでなんていうの屋台みたいのやってて、でミーと一緒にそう夜ご飯が水炊きだったんだけど、夜ご飯の時間まで我慢できなくて、あのそう牛肉牛タン串食べてチーズボール食べましたそう我慢できなくて本当にミート一緒に買って食べちゃいました。でもその後の水炊きもたくさん食べました。美味しかったです。そうあの大きな串焼きでも大きいから、その時花もいたから、そう後からね合流したんだけど3人で1本食べましたこの後ご飯あるからねとか言って、食べ過ぎてさ食べれなかったらねダメなのででもラルメールのメンバーは結構ねみんな食べますねそうみんな食いしん坊かも。でも私よりもみのりが一番ラルメールの中では多分食べますね。そうあんな小さいのにとか今言おうとしたけど、私も身長同じぐらいなんだけど、そう、うん、ね。で福岡は水炊きでもう本当に満足。次来た時はもつ鍋が食べたいかなって感じですね。でみのりちゃんいつもお腹空いてるイメージ。え、わかる。いつもなんかお腹空いたってツイートしてるよね。あれ昨日もツイートしてなかったっけみたいな。それで佐賀は、そう佐賀3日間行ったんだけど本当にね佐賀3日間も佐賀県にいたのって初めてかもしれない。なんかエイトの全国ツアーで1回行ったことあるけど、全然、うん、あれあの時って日帰りじゃないか。でもほぼ次の日は早朝の便で帰ったりするから、全然そうご飯とかってのなかったんだけどでもラルメールのメンバーで行って、そうサガントスさんのね J1 のハーフタイムショーとモラージュサガ行ってめっちゃ楽しかった。観光があんまできんかったんか。そう観光全然できなくて、でもねサガ牛、そうでも観光というか食べ物を食べました。結構佐賀牛食べた絶対に佐賀牛は食べるって決めてて、佐賀牛をみんなで食べて、でもね牛タンとかも食べました。あと雑炊とかなんかコースで出てくるみたいな感じのお店だったんだけど、最高じゃない？サガントスの試合を見てさ踊って
てご飯食べて最高の一日でしたね。うん、でも天気も良くてそう良かったです。でも初めてサッカーをああやって生で見たかもしれない。映像とかはさあるんだけど、そう会場で応援するっていうのは初めてだったから楽しかったです。すごい画面にさ選手何番何番選手の名前ってなんかずらーって並んでてさ、サッカー蹴ってる人を見ながらさ、ああの番号、あ今ゴール決めそうになった人何番、ああの人だとかって思いながら見てましたみんなでサガン鳥栖のそうあのなんていうのユニフォーム着て。ユニフォーム可愛いよね、なんかピンクと青、青と水色めっちゃ可愛い。そうかもね、またラルメールで行けたらいいなって思います。次行った時はね、飼ってる姿を見たいな。トスのユニフォーム確かに可愛い。可愛いよね、みんな可愛い可愛いって喜んでた。また来てください。行きます。佐賀佐賀佐賀最高、佐賀最高ポーズっていうのがあるらしくて、なんか佐賀最高、このこれがね佐賀最高ポーズなんだって佐賀最高、そうみんなで覚えました。でそう最終日はモラージュサガっていうショッピングモールがあるんですけど、そこでそうライブして、でもショッピングモールでライブしてみたかったんですよ私。そうエイトの時もやってたはやってたけど、私は経験をしたことがなかったので、なんかいいなと思ってて、やっぱりショッピングモールだとね、いろんな層の方々がいるじゃないですか。だからもちろんそうアイドルっていうものを初めて見るって方ももちろんねいっぱいいますし、だからそうすごくね良かったです。ちっちゃい子がいっぱいいました、可愛かったね。うん、そう家族連れがやっぱり多いですね。そうモラージュサガで買い物したいなと思ったなんかさ私さショッピングモール好きなんだよね、なんかいろんな県の、そうなんか見たくなっちゃうの。うん、なぎちゃんの MC 楽しかったです。 MC?なんかモラージュサガで1曲目で私のいつも煽る曲があるんだけど、なんかこの雫は海を越えるっていう曲が1曲目で、その時にイントロなんか頭サビ終わった後になんかモラージュラルメールインモラージュサガって言おうとしてたの。でも本番でなんか知らないけどモラージュインサガーって言っちゃって、あ間違えたって思いながら曲が始まっちゃった本当にもうねちゃんと練習しようって思った。初めて間違えた煽りで、なんかモラージュサガーっていう名前なのにさモラージュインサガーって意味わかんなくない、やばいって思いました。はい、うん、まあでもうん間違いではないよね。え本当に間違いではない、本当そこ聞いてました、やだな覚えてるのまあ仕方ないですね。
うん、いやでも楽しかったです。モラージュ佐賀は、あ、モラージュは佐賀にあるから、あ、もう確かに確かに、そっか、合ってるっちゃ合ってるね。あれ意味的には通じてる。おお、まあ、確かにあ、意味は合ってるね。でも伝えたいことが違ったっていうだけの話か。うん、でもね、今のところラルメールは、まあネバエバ以外は全曲煽りがあるので、絶対メンバーはライブの時はみんな煽りをしてますね、誰かしら。それってでもいいよね。今まではなんか煽りとかって特定のメンバーしかしないっていうイメージがあったから、今は全員やるっていう感じだから、そう、考え方が変わりました。似顔絵似てたね。そう、なんかモラージュサガーの中にある絵描き屋さんみたいな、そう、場所がスペースがあって、そこの方が描いてくれたんです、ラルメールの似顔絵を。本当に可愛い、可愛く描いてくださって、でも特徴をつかんでてすごい似てて、ありがとうございます。みんな写真撮ってたでもやっぱね、みんな欲しい欲しいってなっちゃうから、事務所にありますそう、事務所に飾っとこっかって言って。どれくらいの時間で書き上げるの？え、どうなんだろうね。わかんないや。でもプロの方だからね。うん。そういうショッピングモールとかで、そういうね、絵をなんか描いてほしいみたいなずっと思ってたの。時間があるときに、そう、って思ってたんだけど、やったことなかったから、まさかまさかのね。2時間と予想、2時間で描けるのかな、まあ、人数にもよるな。でもラルメール5人分だから、どうなんでしょう、2時間で描けるんですかね、わかりません。でもね、そう、夢が叶いました。似顔絵を描くお店で似顔絵描いてもらう。早い人だと数十分、数十分、え、そんな、すごっ、そんなさささっと、すごいね、うん、プロだやっぱ、それはやばいどうなんでしょうね。道端でやってたりする。おお、まあ、似顔絵もそうだけど、道端でなんか占いとかあるじゃん。占いもいつかね、道端で、そう、行ってみたいの。予約とかじゃなく、普通に通りかかって占いしようみたいにして占いしてみたいんです。なんか当たりそうじゃない、道端で占いしてる方の占いってわかんない、なんかそういうイメージがあるなぎちゃん、はい、そう、占いね、好きですよ。占い信じる派ですか？どうだろう、まあ、全部は信じてないかな。うん、でも結構的確ななんか注意点とかを言われると、それは信じるようにはしちゃうかもしれない。なんか私
ね、占いに最近行った占いで、最近、2ヶ月ぐらい前なんだけど、その時になんか大人の女性の方に気をつけてねみたいに言われて、めっちゃ怖くない?言われたの。でも本当誰のことか分からなくて、なんか本当に大人の女性の方に気をつけてねみたいに言われて、怖いよねな、何が起きるんだろう一体って感じだけど、だからそれはめっちゃ覚えてる、それはなんとなくわかるような、わかんないよ、深天は私の一個下なんですよ、なんだろうと思って。リンリンのことじゃねえ、なんでリン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 に気をつけるの、どういうこと、なんで。でもそうなの、それは覚えてます。ね、でもなんかそういうさ、的確に注意点出される占いってなんかいいよね、なんか面白いってなっちゃう。ね、いやでも占いもね、いっぱい行くっていうわけでもないからね、そういっぱい行けばいいってわけでもないので、そうそう、誰かが推し変するとか、私より年上の方で、女性の方です、私推しの方がってこと、ありえる、そういうこと、推し変ですか。でもラルメールはね、箱推し、みんな箱推しなので、ぜひラルメールは箱推しで推してください。うん、ワオってきた。うん。まあ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 、それは推し編の話は置いておいて、はいはい。クッションが映って、そう、見てください、これでーん、かわいい、これわかる、ルシファーディズニーストアで買いました、欲しすぎてずっと狙ってました、このルシファーのグッズ、結構大きいの、猫、まるまる太ってる猫ぐらいの大きさかな、本当に、でも可愛い、そう、顔怒ってるの、しかもなんか鼻が最初ね曲がってると思ってたの、ここで、なんかちょっと不良品だったかなって思ったんだけど、ちゃんとでも曲がってるように作られてるから、表情をね的確に再現してこの鼻なんだと思う、すごくない?なんかこだわりすごーと思って、そう、でもなんかこれ見せても、何のキャラクター?みたいに言われて、そう、なんかシンデレラに出てくるんだけど、このルシファーっていう猫、でもね知らない人が意外と多くて、あ、ルシファーって意外と知られてないんだと思った、マニアック、そうかな、でも確かに私ディズニーめっちゃ好きなの、だから確かに、だから知ってるのかもっていうのはあるかも。うん、シンデレラのママ母が飼ってる猫ですよ、カルシファー、カルシファーはジブリ
マイナーキャラ、そうかな、うん、でも結構フィガロっていう猫もいるんだけど、なんかフィガロのその猫のぬいぐるみはすぐ売り切れちゃうらしいのね。ルシファーとフィガロだったらフィガロの方がなんかマイナーキャラ感あるけどね、可愛いけどもちろんね。でもそのおしゃれキャットに出てくるマリーちゃんとかの猫の一匹フィガロ、あフィガロ、あ違うか、マリーちゃんも売ってたんだよ猫のぬいぐるみ。マリーちゃんも買おうか迷いました。でも私が一番最初に好きになったディズニーキャラって多分マリーちゃんかもしれない、今思えば。マリーちゃんとアリエル、うん、そうマリーちゃん、マリーちゃんは本当好きだった、今も好きなんだけど昔本当に好きで、ディズニーランド行く時もマリーちゃんの、あマリーちゃんだったかな、猫耳つけてたの。アリエルも好きで、アリエルのなんかショーやってるじゃんディズニーシーで、それを5回ぐらい連続で見て、女の子ってシンデレラ系から入ってるイメージ、確かにね、そうなんですよ。でも私はあのアリエルから入ってるの、プリンセス、そう本当に好きで今も好き。ね、でもさ5回連続で見るってなったらなんか親もなんかちょっとそんな連続で見るのってちょっと気の毒ですよねちょっと申し訳ないなって思いました。私もアリエル推しだった、本当に一緒じゃん。そう、なぎちゃんの声あの卒業後久々に聞くからで元気そうでよかった。嬉しい、私の声ショールームやってよかったぜひラルメール押してくださいお願いしますね、ディズニー行きたいな。ヴィランズには憧れなかった、まあ憧れ、でもヴィランズの良さってさなんか大人になって気づくよね、あこういう過去があるからこうなっちゃったのかなとか、なんかそういう考えながら見るようになるから、そう。こんばんは、渚ちゃんってミラモンの北海道に出てた渚ちゃん、そうだよ今ラルメールっていうアイドルグループで活動してます、ラルメール押してくださいまだまだ新米のお宅ですがよろしくお願いします、よろしくお願いしますラルメール押し始めて明日で1週間です。おお嬉しい、まあ、まだねデビューしたばっかりなので、はい、私たちもディズニーシーの新しいアトラクションに行ったらいいと思うの、あのなんだっけ、ファンタジースプリングスみたいなエリアですかねえ、でもそれ抽選でしかまだ入れないみたいなあれだよね、まだまあ完成してないけど、うん、初見です、イルマ見てました、12月楽しみです、12月、でイルマをアサルトリリー、え、ありがとうございます連月です、連月やってましたねえ、でも本当にね早く行きたい、ファンタジースプリングス楽しみすぎる。
そういえばこの前のマシンガンズさんとのテレビも見た。なぎちゃんの聞き間違い面白かった。ああ、マシンガンズさんとの紆余曲折っていう番組があるんですよ。番組っていうか、まあ、うん、次まだね、なんていうの、連続でやるかは分からないけど、でもそう、それをね、マシンガンズさんの番組で、私は一応 MC 的な感じで出演させていただいたんですけど、すごいね、やっぱでも芸人さんってやっぱりすごいなって本当に尊敬します。そう、北海道でだけしかやってなかったんだけど、 TVer でも見れるのかな、ちょっと調べてみて。紆余曲折面白かった。よかった。そうな、話術がすごくて、そうなんですよね、面白かったです、マシンガンズさんからまたマシンガンズさんとお仕事できるように頑張りますなので、はい、私のことを皆さん応援してくださいそう、エゾシカ食べたの、その番組のロケで、ジビエめっちゃ美味しかった。柔らかかったよ、お肉すごく。TVerでは見れないんだ。そうなんだ。うん。なぎちゃんやー。うっ。久しぶりでーす。うん。ねえ。鹿肉食べたことある？本当になぎちゃんだよね。本当ですよ。あるある。本当に？ジビエって何の料理がいい感じ？うん、でもまあシンプルに焼いて塩で食べるのが美味しいと思います。でもね、そんな頻繁に食べないです。本当たまーに食べる。あったら、あ、食べてみようかなってなる感じ。イノシシ食べたことある？え、ない。硬そう。で、イノシシ、そういえばね、イノシシが出る場所でこの間撮影してました森の中っていうわけじゃないんだけど、なんか水路にイノシシが出るみたいなとこがあって、そこで撮影を最近してました。でもね、私は見れなかったけど、でもイノシシいたから気をつけてねみたいに言われてそう、見たことないんだよね、でもイノシシ生で、うん、見てみたいなってちょっと思います。うん、でもイノシシは多分直線でしか走ってこないの。急に曲がったりとか多分できないんですよ、確か。だから向かってこられたら、私は横にヒュンと避ければ大丈夫なんです。わかんないけど体験したことないから、まあわかんないですけど、突進してくるから。そうなの。なぎちゃん足早いもんね。うん、昔は早かった、早かったって自分で言えるぐらい早かったんですけど、今は分かんない、なんかもう走ってないから本気で。だから多分足ね、今遅くもないけど普通だと思うな。早くないわ多分もう。メロングマならいい。メロングマね、私生で見たことないんだよね。うん、見てみたいな、会ってみたい、メロングマに。そう、大人になると走んなくなるんです。なんか
え、メロングマ会ったことあるよ。本当に羨ましい。いいな。お、メッサーインザシルさん、かわいい。桜の木、春っぽいね。桜の木のタワー、ありがとうございます。メッサーさん、ありがとうございます。イエイイエイ、かわいい。こんなタワー初めて見た。クマじゃない、桜なんですね。でもまだ桜、今年さ、咲くの遅そうじゃない？うん、遅いよね。早く咲いてほしいな。うん、来週開花予報、来週か。お、見に行けるかな。今日高知で咲いたって。そうなんだ。咲いてる場所があるなら。でも北海道って桜咲くの？え、もちろん咲きますよ。でもゴールデンウィークとかに咲くかも。遅いんですよ、咲くのが。なぎちゃんが桜見に行くとしたらレッスン後。どうだろうね。でもなんかレッスンがある日はもうレッスンだけがいいってなっちゃうの。私、寄り道とかをあんまりねしたくないタイプなんですよね。だから本当休日じゃないと見に行かない、行こうってならないかも。それかメンバーが行こうって言わないとなんか行かないかもな。でもね、なんかラルメールのメンバーって結構みんなアクティブなんですよ。だから急にご飯行こうとか、レッスン終わりにご飯行こうとかってなると絶対行く行くってなるの。みんなすごーと思って、なんか撮影終わりでみんな疲れてるはずなのに焼肉行こうとかってなったりするから、わからない。これは私が言うにはまだ早いかもしれないけど、若さなのかなって思ったりするそうなの。メンバーと全員でご飯、でも1回しかまだ全員では行ったことないかな。メンバーだけで。あとは花と1回行って、ミートも最近食べに行きました。韓国料理食べたんだけど、でもね、なんかレッスンの前、あ、ボイトレの前だったかな。あ、レッスンか、レッスンのなんかボイトレがあってちょっと時間空いてレッスンだったんですよ、確か。あれ、そうで、ボイトレ終わった後、ボイトレだったか、そう、何かが終わった後の隙間時間が結構微妙だったの。2時間とか空いてて、だからそのメンバーのラルメールのメンバーのみのり、みーと一緒に軽くっていうか軽くなかったけど、そう、ご飯食べようってなって、帰り道にある、あ、行く道に途中にあるね、韓国料理屋さん行って、でも夕方っていうか、まあ3時とかっていう時間だったから全然お店空いてて、そう、全然一組ぐらいしかいなくて、多分居酒屋っていうか、夜はたくさん人が、そう、来る、なんか時間帯的に人があんまりいなくて、居酒屋じゃないんだけど、そう、まあ、3時ってね、ご飯がっつりとかっていう時間じゃないから。でそこで韓国料理、チーズボールと、あ、そう、ランチ終わりみたいな時間だったからチーズボールと、あとなんだっけ、トッポギと、あともう一個食べた、あ、なんだっけ、あ、チキンですね。あの王道の
そう3品を食べてでもほんと時間なくて、なんか逆になんか30分ぐらいで食べました。なんか時間あると思ってたんだけど、えなんか時間なくないみたいになって急いで食べましたでもね美味しかった。また行きたいな。いや最近そう韓国料理ばっかり食べてます。なんかめっちゃ美味しい。でチーズが好きだから、まずあとトッポギ、そうトッポギとチキンを一緒に売ってるお店は韓国にはあまりないと思う。そうなんだ。確かにチキンはチキンのお店ってなんか分かれてそう。じゃあ珍しいんですね、本場はそうなんですね。なんかね韓国料理の話してたら韓国料理食べたくなってきたよダメだ、でも明日は定期公演だからそんな宅配なんてしちゃいけない。我慢です我慢。明日だね、食べるとしたら明日か明後日。チュクミ、チュクミってなんだっけ、宅配ピザね、オフの日には宅配ピザ頼もうみたいに思います。みーが LINE で食べようねって来た、ね、また行きたいあのお店。ライブ前はがっつり食べない系、そうですね食べない。今日も一応ご飯食べ終わってるんだけどなんかこんにゃくのこんにゃくをなんか甘辛のソースで和えたなんかこんにゃく麺みたいなやつとカプレーゼ昨日の残り食べました。でもねこんにゃくのやつはねなんか美味しかったです。美味しい、こんにゃくなんだけど美味しい、ヘルシーだけどもめっちゃ美味しかった。だからまた買ってこようかなって今思ってますダイエットしてるの？ダイエットはぶっちゃけあんましてないですしてないんだけど、なんか気持ちでもね年中ダイエットみたいな感覚は正直あるで、あるんです、あるけど、でもそんなめっちゃ痩せなきゃ痩せなきゃダメだみたいに意志は強くない感じです。だからまあ気持ちちょっと減らそうかな的な感じ。全然だからご飯は食べてます、はいでも私の家には体重計ないので、そう体重計持ってないです。自分は定期的に糖質制限してる。えろ、糖質ね、糖質って大事だよね、わかる。カロリーより糖質なとこある。
なぎちゃん今日メイク仕上がってるね。本当に光の加減じゃない？今日私30分でメイクしたのなんか朝ね、集合全然遅いんだよ。遅いんだけどなんか起きれなくて、ほんとギリギリまで寝てて、だから30分でメイクしたの今日あでも普段は、まあ、早くて40分ぐらいで終わるんだけど、まあ30分とそんな変わんないけど、でもね、まつげにいつも時間かかるの私。結構なんか下まつげを束感にしてるから、だからね、そこが一番時間かかる。30分です、今日は。今日本当にアイシャドウとかも指でこうやって塗ってそうなんです。新しいねアイシャドウを買ったんですよ最近。そう、桜コレクションみたいな感じのデイジークだったかな、デイジークの桜コレクション。でリップも買って、桜あんの、桜あんっていう色の買って、今日はねつけてる。めっちゃかわいい。そう、桜のなんかね、この時期に出るさやつってめっちゃ可愛いんだよね。ユピンク、え、使ったことありますか？ユキリンさんのですよね。ありますよ。チーク持ってる。チークとリップ、チークね、クリームチークなんだけど、あれめっちゃいいよく使ってます。リップいい色。もう落ちちゃった。ミスドの桜ドーナツ食べましたか？食べました。めっちゃ美味しい。毎年出てるよね。毎年食べてる。坂口さんめっちゃ可愛すぎます。ありがとうございます。ラルメールっていうアイドルグループです。押してください押してね。X もインスタも TikTok もフォローしてねもう全部フォローしてねうん、桜バウム食べたい。なんかココアがさ、桜バウムにハマってるみたいに言ってた。なんかツイッターで見たの。ツイッターってか X、 いまだにツイッターって言っちゃう。スタバのシフォンケーキ、スタバ、え、美味しそう。うん、じゃあ明日は川崎でドーナツかじりますあ、ぜひぜひ、いいな無印から豪華な桜バーム、無印にもあるんだ。うん、今何時ですか？51分。お、早いね。もうちょっとでじゃあ壇上を読もうかな。 Now ありがとうございます。かみつれんね、かみつれんさんの入浴剤、まあ、入浴剤以外にもあるんですけど、ぜひぜひ。ラルメールと今コラボしてるんですよ。私はあの入浴剤を使ってて、カモミールのあのね入浴剤なんです。
そう、ぜひ皆さんもお揃いに、お揃いにしよう。そう、冷え性にも結構いい。結構痩せたみたいでね、食事はしっかりしようよ。え、めっちゃ食べてる、本当に食べてるから大丈夫だよ。多分角度の問題で細く見えてるんだと思う。丸いから変わらず私顔。大丈夫です、けんちゃなよ。でもそのカモミールのね、入浴剤も何人かみんなお揃いにしてくれて嬉しいです。プロジェクターはどんな？あ、プロジェクター、そう、私最近プロジェクターで映画見ながらご飯食べてるんですけど、プロジェクター買ったの私最近、水色なのよ、しかも色が可愛いの。お高いんでしょ？え、全然1万円もしなかったです。安くて、え、こんなプロジェクターって安いの？って思って、で買ってみたの。なんかいろいろレビューとかを見て、これは初めてプロジェクターを買う方におすすめですみたいな、結構そういうレビューが多くて買ってみたんだけど、すごいいいです。そうそうなのよ、だからテレビじゃなくて今ほんとプロジェクターばっかり見てますね。うん、映りもねすごいいい感じ、なんか、いい感じの画面のサイズだし、まあピンキリだよね本当にプロジェクターも。うん、そう、で今はね、なんだっけな、なんていう映画っていうか海外のドラマなんだけど、ヨーマっていうなんか悪魔みたいな怪物が出てくるんだけど、その怪物を倒すみたいなハンターの話なの。忘れちゃった、その題名。あれを見ながらご飯食べてました。でもまだ全然2話とかだから全然内容はねつかめてない。洋画、うん、海外のドラマです。エイリアンは出てないのね、まあ、エイリアンじゃないけどなんかそれっぽいやつですね。コンタクトしてる？してない。私めっちゃ目いいんだよ、 2.0 です、視力。タイタニック見た？見てない。でも見たことあるよ。でもタイタニック見てるとなんかね、胸が苦しくなってくるの、すごく。そう、なんか結末を知ってるからこそなんか見るのが辛くなってくる。でもね、そう、純愛です。うん、プロジェクターで猫の恩返し見たら面白そう。最高。うん、最高だそれは。ジブリね、ジブリ見たいな。 2.0 は嘘だわ。嘘じゃないよ、視力検査で 2.0 ずっと。 2.0 以上はないですけどね私。でもさ、
ザラに、ザラにっていうか結構いますよね、視力 2.0 みたいな方。ちわ、今来ました、こんにちは。あ、魔女の宅急便再放送、私ね見逃しちゃったの、見逃してプロジェクターで映画見てた。そう、魔女の宅急便好き。でも一番好きなのは猫の恩返しです。猫の恩返し本当に大好き。猫と犬どっちが好き？え、犬寄りです。猫も好きだけど犬の方が好き。最近はバーニーズが本当に可愛くて、そうね、バーニーズは大型犬なんですよ。そう、サモエドもね、サモエドも可愛い、可愛いな、なんかつぶらな目が可愛い。うん、ワンコ飼いたいってずっと言ってるもんね。そうね、でもさ、あんま家にさ、今はさちょっとレッスンとか毎日ね、やっぱありがたいことに忙しいので家にあんまりさ入れないから、今はねちょっとかわいそうで飼えないんだよな。なんかちょっと余裕が出てきてね、余裕が出てきたら飼いたいな。うん、よし、じゃあそろそろ、ランキングを読みますね。13位は佐藤261の佐藤1833。ありがとうございます。そして12位、まゆゆ神吉さん、ありがとうございます。11位、ゆうたさん、ありがとうございます。10位、ハイタイムさん、ありがとうございます。9位、和弘さん、ありがとうございます。8位、シゲキングさん、ありがとうございます。7位、チュータさん、ありがとうございます。6位、大粒ちゃんさん、ありがとうございます。5位、トカチンさん、ありがとうございます。4位、ゾンネアットマークのっぽさん、ありがとうございます。3位、コーヒーミル375アットマークなぎここさん、なぎここになってる、ありがとうございます。2位、モモンガジローさん、ありがとうございます。1位、メッサーインザシェルさん、ありがとうございます。おー、久しぶりのショールーム、ありがとうございます、見てくれて。ここで、まあ、大事な告知は、明日私の所属してるラルメールっていうアイドルグループがあるんですけど、それの定期公演が明日あるんですよ、昼と夜川崎で。でそのチケット販売が、今日までなんですよ。なのでぜひ今、あ、明日ライブあるのって思って、明日予定空いてるよって方はぜひ、今日までなのでね、販売がネットで買える販売が、なのでぜひぜひ私のツイッターから飛んでいただいて、ぜひ来てください、定期公演に明日。でも多分当日券も前回はあったので明日もあるはずです、あります。なので、まあでもチケット販売は今日までなので、一応ぜひチケットを手に入れて明日定期公演見に来てください。本当にまあ見て後悔はしないので、絶対に絶対に。はい、
よろしくお願いします。来てね明日みんな、川崎見に来て。ココアが LINE で定期公演来てねって言ってるこれ私が言わないと伝わらないやつね、ココアも言ってるので来てください、待ってます。ココアはあのラルメールのメンバーの緑ですね、はい。じゃあ軽くスクショタイムして終わりますね。やった嬉しい、だってココアが。これラルメールのポーズです。はい、じゃあ明日の定期公演で会いましょう皆さん川崎。じゃあまた今度いつショールームをするかは未定ですが、またやるときは見に来てね。バイバーイ、おやすみー。